名前がついているものが、例えばこちらの方がやはり熟成時間が短いので、白い方が、まあ、もちろん例外はちょっと例外にはあるんですけど、基本的には短めが多いです。はい、うん、甘い。うん、いらっしゃいませ、こんにちは。今試食していただいた、味見していただいたのは米味噌のブレになります。米味噌、麦味噌、豆味噌ってあります。例えば、麹を麦にすると麦味噌になるんですね。今3種類あるんですけど、ちょっと一番わかりやすいのが、でもでこっちに行こうと麦麹の割合が多くなってくるんですね。でこれが38割の麦を使っているので、すごくね、麦の優しさが出たお味噌。うん、おいしい。これはちょっと珍しいんですけど、これは大豆を使ってない、じゃあ裸大麦と大麦、麦 100% そうです。大豆を使ってないんですね。なのですごく麦が好きな方はこれ、バーリースのソイビンズね。うん、It's rare one。 うん、甘い。Okay. Thank you. ありがとうございます。It's like a cheese to me. It's like a cheese? Okay, let's. すごーい。You like it? I like it. 使ってないんです。大豆と塩だけ。大豆麹と塩だけなので、すごく濃厚で、まあ、ちょっと塩気もあって、塩気はでもかなりまろやかになってるんで、でもやっぱ塩気ってあと独特の渋みがあるんですね。ほぼほぼ3年。長いんですね。はい、寝かせるんですね。なのでもう熟成が完全にもう進んでこういった黒い色になります。はい、うん、これはもうなめことかしじみの味噌汁にはもう最高ですね。結構強めのものとの相性がいいですね。はい、トマトとかもそうですね。It's really sweet, like a good balance of saltiness and the sweetness.But it does include some soybeans. It doesn't. Okay. どれかを。お味噌汁でも美味しいんですけど、あとはお酢とオリーブオイルを入れてドレッシングにしてもすごく美味しいです。これにします。これにします。はい。She has been deciding. It's not that I want to try more. It's been 15 minutes since she has been deciding. So we're gonna have a lunch next door. So what's the difference between these? So between these two, the one is come with the onigiri, and this one with just a bowl of rice. Rice.Nice that we have a tea, and we also have something else. This shrimp and cheese. Arale is more like a rice puff. Oh, rice puff, yeah. Rice puff.This one, what's over, which is like a shiso leaves,nice. And that one is like tori, so maybe it's mixed with the chicken stock or something, and that one is like vegetable stock in it. And we're supposed to eat with this onigiri. So just like put it on the... Yeah, I guess like so. This, yeah, like this. That, like that. Oishii? Oishii.Miso soup have a lot of ingredients in it, like mushroom, eggplants, kabocha, sweet potatoes. Yes. I really should order this one. The arabic or miso soup looks different. Because we picked a different color. Miso. Like aka miso. Red miso type of miso. It's really rich. Ooh. Oh, that's pretty. I feel like you see that in like ochazuke. Ah, yeah. Right? The one that on top of it? Yes. It doesn't make any difference. It doesn't? No. I don't taste the cheese. I think I should put more. Put more?Now it's time to ask your questions I got on Instagram to learn together. すごいですね、この場所が始めた場所です。はい、すごい。
こんな種類もなかったですね。当時そうですね。当時は本当に長野の本当に昔はそこら裏で仕込んだりとか、あとは長野にもう委託してるんですけど、蔵があってそこで仕込んでもらってるのも何種類かあるんですけど、基本的には全国の蔵元さん。はい。お味噌の保存期間ってどれくらい？冷蔵庫で半年。冷蔵庫で半あでも半年も持つんですね。冷凍庫で1年。どっちがいいんですか？冷凍と冷凍庫。冷凍庫です。カチコチにならないので、はい、おすすめです。で悪くなると例えば白味噌を常温でお部屋に置いとくと、どんどん発酵が進んじゃって、山吹色からどんどん色が赤っぽくなってきたんですね。そうするとやっぱりまず損なわれるのが香りが変わってきます。なのでやっぱり美味しく召し上がっていただくために冷蔵庫か冷凍庫での保存も悪くてね、多分ねカビることもほっとくとカビることもあると思います。私はやっぱりそのお家っていうか空気中にいろんな菌があるので、やっぱりそういうカビ菌がつくとカビが出てきます。味噌の質の良し悪しってどういう風に言い分けますか？スーパーで買ってないのでわかんないんですけど、やっぱ裏見て、はい、いろんなのが入ってるのでちょっとやった方がいいかなって。主成っていうのは振る過程で発酵を止めるんですね。じゃないと白味噌はどんどん赤くなっていくので、なので主成が入ってるものが多くて、でも主成って本当に 0. 何パーとかで微量なのと、やっぱお味噌汁にすると相当違うので、主成はね、まあそこまで気にすることはないと思うんですけど、なんだろう、なんかあんまり聞いたこともないようなものが入ってるのはどうなんだろうなっていうのと、あれは、ないです。お好みよ。で、だから、お野菜たっぷりの時は白味噌多めがおすすめです。で、例えばお豆腐とか、あっさりしたわかめとか、そういったものは赤味噌主体がいいかなって私は思います。淡白なものだから。そうです、赤味噌です。そこ揚げと、はい、と思います。逆に強めのトマトとかそういうのも赤味噌はいけちゃうんですか？いけますね。赤いけるし、私だったら多分白醤をベースにして、さっきの赤味噌を隠し味で入れる。八丁味噌と赤味噌って一応イコールと思って。あ、全然違います。違う、全然素材が違うので、大豆麹と米麹なので全然違うので。赤味噌が米麹。そうです。赤味噌っていうか、まあ呼び方って、ね、赤いと赤味噌っていうか、白いと白味噌っていうざっくりとした作りなんですけど、でもやっぱり素材が違うと麦味噌って言ってますし、こっちだとやっぱり大豆だけなので八丁、八丁とか、まあ、大豆だけのものを、まあ、基本八丁味噌って言って、ありがとうございます。基本を知らない私がどんな思いでやっているか何かありますか？楽しんでもらいたいなって。結構銀座店なんかと思って、外国のお客様いらっしゃるんですけど、ね、皆さん買って帰ります。でもこんだけあったらこれだけでテーマパークですよね。そう、味見をすると大体お好みが出るので。あ、本当ですか？はい、試食は大きいですね。確かに ね、 そうですね。銀座店ちょっとね、英語ペラペラのスタッフがいて、銀座店に今は多くいるんですけど、ちょっとその時の日本店だったり、今もちろんお休みもあるので。はい、分かりました。彼に当たるとすごい楽しい。あ、そうなんですね。いっぱい聞けそうですね。そうですね。ありがとうございます。はい、Now I'm back home. We're gonna make a miso soup using this miso that I got.新しいお味噌でお味噌汁を作りました。どう？普通です。本気？いつもとちょっと違うの分かる？豆みたい？あ、すごい、よく発見したね。そうだよ、麦の粒があるはずだよ。なんか匂いが違う、酒粕の匂いがする。あー、そう、それ私も思ったの、試食した時に。酒粕っぽいよね。柔らかい。
この味噌はね、愛媛のお味噌で、原材料は大麦と食塩だけ。だから独特よね、やっぱ大麦の味。完食じゃない？美味しかったんでしょ、本当は。This is the second video of me going out to learn from an expert in Tokyo. If you like this type of video, you may like this episode of Natto Maker Visiting. So let me put the link in the description box. Thanks a lot for watching. See you soon. またねー。